変だぞこりゃ。ここはね、プラズマで切ることにしました。鉄板が熱いのと奥まってるんでね、ディスクグラインダーで切るにはちょっとめんどくさいんで、よし、オッケー。いい、終了。つける、ちょっと出した方がいいみたい。よし、このくらい、このくらい出して、つけると、で、こういうの買ってました。入っていかないじゃん。あれ、これでおしまい。入っていかないの。そういうのレビューに書いてあったの。やってみよう。で、ここにつけると、ちょっと出てきた。よし、これ
どうすんだ。忘れるな。外れるな。しわ。こっちは結構しっかりくっついてる。あれ、ダメだな。外れるじゃん。ダメだね。ちょっとこれはまた今度にしよう。やり方が違うのかもしれない。おお、びっくりした。これでガッツリ、あれ出てきちゃった。こっちかな。あ、これいいな。出てきた。こっから出てきてる。よし。じゃあこれも。しわ。あれだ。よし。よし。ここからね、出てきたね。で、いっぱいあるね。よし。入っていかないな。これで入んないのか。え、挟まってない。入っていかないぞ。これは入った。
よし、ここもそうだ。よし、分かんない、入ってると思うけど。よっ、よし、ハイド板のこの部分にもニップルあるんですけどね、もう多分グリス刺してないのかな、土が詰まってそれがガチガチになって、ほったらかしになってんのこれ。これが入るかな。よし、入った。あ、はい、出てきた。よし、オッケー。よいしょ。よし、オッケーでしょ。ここもうちょっと今掃除して、これでね、ここもガチガチに固まってた。よし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 、オッケー。よっ、いやー、できた。こんなもんかな。見つかったとこは全部やったつもりだけど、